JA 西見のブランドさんでですね、甘長ピーマンというのがあります。これは京野菜として知られていますが、管理栄養士の後藤優子さん、この食材ですね、この食材とてもおすすめとお聞きしました。こちらにはですね、味はピーマンよりもちょっと苦いかな、でも青臭さがなくてピーマン苦手な方でもこれならいけるんじゃないかなと思います。加熱してもビタミン類の損失が少ないそうです。そしてビタミン類だけでなくカルシウムも豊富で、豊富に含まれているカロテンは体内でビタミン A に変化して免疫力アップ、視力の維持や粘膜や皮膚の健康維持などの効果も期待できるそうです。綺麗は食から、美肌になって夏の恋をエンジョイしてほしいですね。